にちは。メイクをしていこうと思います。元気ですか？元気です。はい、元気です。今日はね、メイクをしたいと思うんですけど、めっちゃ前髪クリップがあるので、羽ピンがいっぱいあるので紹介しながらやっていこうかなと思います。めちゃくちゃあるんです。もうやばい、大量にいるのでそれをつけながらやろうかなと思います。今日はインスタライブやると思います。そう、大量だからさ、なんかさ、使いにくいよね。いっぱいあるから、なんか新しいから使わないどこうかなみたいなまずは一個ずつ、どうしよう、全部ここにつけてみよう。一回こうでしょ、可愛くない？こんにちは。どうやってさ、これ収納したらいいんだろうね。いっぱいありすぎてさ、どうやって収納したらいいかわかんない。サンリオあのリボンのやつとか、なんかこのこういうのとかもあるんだけど、これはまあいいとして、サンリオだけね。でも全員こっちにいてほしいけど、みんなはどうやって収納してるんですか？羽ピン、もう一個上に、いいねとりあえず4つつきました。だからいつも使ってんのがこの2つなんですけど、なんかどうやってさ、なんかもったいないくない？なくしたらさ、次使おうかなっていう気持ちになるじゃないですかどうしよう。リボンはサンリオじゃないからつけない。一旦どこにつけよう。曜日で買える？うん、そのさ、この袋に入れたままさ、ここからキラキラとかシャカシャカ、シャカシャカです。頭がピューロランドだよ。そうだよ、なんか頭お花畑みたいだね。頭がピューロランドだよ。
黒み、耳が、耳がついてる。どう？できてる？ちゃんとできてますか？あと2個。どうやってつけるかが問題だけど、なんかこれタキシードサム、タキシードサム縦なんだよね。こう、どう？いい感じ？最後。これ特大。うわ、むず。どうする？やばい。ちょっとこれ見えないね、この子。この子どうする？どうしよっか。ついた。できた。どうですか？私のサンリオちゃん。あとね、こういう、これはさ、多分前髪用とかじゃないんだよね。撮ってみよう。撮れるかな、うまく。サンリオコーデ、こう、わかんない、見てみないと。あー、タキシードサムがちょっと見えない。コーデ結構こっち向いた。どうでしょう？ちょっと上から結構こっちを向いて、ちょっとなんか惜しい。ちょっと上から結構こっちを向いてメイクします。いいんじゃない？いいんじゃない？どうですか？メイクしたいと思います。これ後でのせよう。どうですか？いいですか？メイクします。これでメイクしよう。こっちにもつけた、やばそう。メイク開始。こうやってみんなに見せながら。今日は自然光がなさすぎて、こっちの方が綺麗。よし、かわいい、ありがとうございます。黒野さん、ありがとう、キューピットくまちゃん。I love you。
がとうございます。こっち向いてたらね、こうやってやってても見えるもんね。もうない。お肌。まつげかわいい。ありがとうございます。顎を見てないかな。終了。よし。よし、オッケー。結構可愛く見返しできてるんじゃないかな。今日のサイン会は一部、唯一の一部の日なので5時半から配信しますので、そのためのメイクをしていきたいと思います。そう、5時半からです。なのでこのショールームで漏れればいいスタイルです。ちゃんとつながるといいな。この前ダメだったから。これでサイン会やろうか今日。怒られちゃうか。ね、電波、あれは電波の問題なのかな、わからないですけど、この前全然ダメだったから。家ではね大丈夫なんです。そうなの。外で、あのこの携帯じゃないしね、配信してるの。ポン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 。ヘアピン1,2,3,4,5,6,7,8,9 ついてる。9個ついてます。違う端末でやってます。自分のあの使ってる携帯、これはショールームしかやってないんだけど、いつも家で Wi-Fi ないとダメですみたいな。ですけど、シナモンね、もう一個ある本当は。もう一セットあるんだけどね。頭は1個だよ。ヘアピンって使っても前髪切るときに、まあ、頑張って4つなの。これの倍あるからさ、これの逆側のやつもあるからさ、みんなどうやって、気分とかないんだよね別に。一番最初に取れたやつっていう感じで。
ってるから。黒身の下の子はタキシードサムです。私がサンリオで好きなキャラです。タキシードサム、シナモンくんとタキシードサムが好きです。これのウサハナちゃんとかないのかな。ウサハナちゃん好きなんだけどな。ウサハナちゃんってもうなんかグッズあんまり出てないイメージする。今どこ塗ったか忘れちゃった。ハンギョドンはありそう。ハンギョドンはある気がする。自分は持ってないけど。可愛いでしょ。こんな感じ。ちょっと白くなった。みんな聞いてください。みんなスイカゲームやってますか。今流行りのエコラブでも流行り始めたんだけど、スイカゲームなんと3300点いきました。3000点は2回いったんですけど、そう3300点昨日出たんです。嬉しいだけ。3000点いくといいらしい。いいらしい。やばい。昨日3100点と3300点が出てきた。やばいやばい。マイマスカラ、マイマスカラをコンシーラーとして使おうとしてた。今最高すぎと思って。この前のさ撮影でさ、この前撮影があって結構空き時間があったんですけど、その時にメンバーとみんなでやってて、メンバーとみんなでやっててやばいね。そうなんかあんちゃんがスイッチを持ってきてくれてて、うわ持ってくればよかったって思ったんだけど、そうみんなで変わる変わる。そうやってた、やってて、やっとイコラブ内でも流行って流行ってきて、全然。でもやっぱね、スイカとスイカをくっつけたらいいっていうゲームなんですけど、スイカとスイカはくっつかん。マジで本当に困っちゃうぐらいくっつかない。くっつかないっていうかできない。ピンすごいでしょ。スイカはまあまあできるの。スイカはまあまあできるんですよ。その後なんですよね。なんかスイカはどんどん浮いてくるから、なんかダメですね。ダメですね。タキシードサムここにいます。見えたかな。ハンギョドンはいないです。シナモンくんがいっぱいいる。こことこれとこれ、シナモンくん
で、これがマイメロちゃんだったか。マイメロちゃん、クロミ、キティちゃん、キキララ、コギミです。スイカはね、できるよ、頑張ったら。イコラムは割とみんなスイカ作れるようになりましたよ。みんなっていうか、やってる人サナツン、アンちゃん、ひとみ、キャラもできたのかな。そう、やってた人。ゲーミング、でもなんかさ、対決とかじゃないからさ、どうだろうね。面白いのかな、そのゲーミングでやるとなると。わかんないけど。お肌完成。次、眉毛。今声でかい声が大きいです。元気ってこと。眉毛ちょっと、なんか自然光がないからさ、今日天気悪いですよね。さっき加湿器、昨日の夜加湿器つけて寝たんですけど、今日雨だから 50% まで上がって一旦切りました、加湿器を。めっちゃ綺麗じゃない眉毛。私はそう、スイカゲームはどのメンバーよりもポン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 置いていくんです。はやってなる、な、言われた。みんななんか、え、こっちかな、え、こっちかなって、ここでとかやってたけど、私もパンパンパンってやってて、早いって言われた。早いんだって。一人でやってると気づかないよね。そう、頭がピューロランドです。眉毛完成じゃない、どう？本当に全然見にくい。パズル系好きですよ。可愛いでしょ。このさ、タキシードサンドが全然見えないんだよね。しょうがないか。あ、わかった。縦だからここにつければいいんだ。どう、可愛くない？可愛いでしょ。これで見えるね、全部。今度これでお話し会やって、やっぱ今日サイン会これでやるしかないか求められてるんだったら。確かにサンリオのスペイル、これで踊ったら全部落ちちゃいそう。そういう踊るようじゃないからね
サンリオは大丈夫なんです。キャラクターはダメだけど、他のキャラクターは、基本的にキャラクターは配信中ダメなんだけど、サンリオは OK なんです。やりたい放題コラボしてるからね。他のキャラクターがダメっていうよりかは、基本的にショールームはキャラクターものは出ちゃいけないんだけど出しちゃいけないんだけど、あのサンリオはコラボしてるからいいですよっていう感じ。だからコラボする前はサンリオもダメだった。まあバンされないと思うけどね。そう、バンされちゃうから。バンされたね、過去に。私のルームじゃないけど。そう、マリオと白雪姫がいて。バンされちゃったよね。あれはハロウィン、ハロウィンかな。あの時は学校にコスプレを持って、コスプレっていうか、なんかこの角デビルを持ってって、そのままメンバーの家に集まったから。このルームはバンされたことないかも。全員でハロウィンパーティーをしてて、キャラクターのコスプレをしてて、バンはされたね。チーク塗ろうっと。いいんじゃない。どうですか、いい感じじゃないですか。サボりに入りました。テレレレレレテテ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 テハイライト。ハイライト。今日のお洋服悩み。なんかこれ着ようって思ってたのが、あったかい時に決めたやつだったから。寒いですか今日。雨だけどあったかいとかない？悩む。買えるか買えないか。多いでしょ。だけどなかなか新しいのを使えない人間なので、また戻す。なくしたら出す。
涙袋。歩くピューロランドやばい。プレゼントしていただいたやつもねあるから。どうでしょう。なんか本当にさ、いつも自然光こっちからなのに、こっちの電気の光ばっかりだから難しい。あ、大丈夫か。アイライン描くよ。うわー、今日も服装悩むなー。でもみんな可愛い系が好きなんですね、やっぱりって思う。パーカーよりなんかふわふわみたいな。珍しいから好きなのかな。毎日それだったらかっこいい系の方が、かっこいい系もいいってなるけど、私があんまり可愛い系を着ないから、可愛い系が好きに見えるのかな。どうだろう、分かんないけど。光ってます、レフ板。アイライン描きます、頑張って。待って、最近で一番うまいかも、最近で一番うまいかも。最近で一番うまいかも。いい感じ。あ、今日からか、ドンキ10日、今日10日か、今日からドンキケイトが始まります。ケイトコラボお願いします。よし、アイラインはね、練習のみだと思う。目尻からここら辺から最初にキメに入る。ここは割となんかこうピュッピュッピュッって書いてってます。私はマスカラ、マスカラをします。早い、サイン会のために仕事を終わらせてきました。また5時半から始まりますので見てください。ハック初見、間違えた、ピーナー、ありがとうございます。マスカラをして、
マスカラを。しまして。いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。一度塗りね、まだ後から上からまた違うの、うん、イエイ。舞いますから軽く。ケイト、みんなドンキ行ってください。いいんちゃう。大丈夫か。できた。できました。麦さん初見こんにちは。みんなこんにちは。完成です。イエーイ。あとはマスカラをちょっと追加したり、ラメを入れてみたりしたりしてみたりして思います。完成です。ヘアピンちょっと追加したり、もうしない。多すぎる。内緒で見てますね、怒られないように。前髪をちょっとやってみたりしようかな。授業あと1時間入ったー。壁ぶつけちゃった。入っただよ。シードサムどこにつけよう。ついた。シードサム。縦むずいね。縦初見だからむずい。触覚にしがみつく、やばい。しがみついてます。タキシードサム。うん、みんなファンフェスありがとうございます。頑張ってチケット取ってくださって。こっちの方が綺麗に撮れるかな。
前髪やってから軽めに前髪をやって一旦やって見て、これで撮ってみようかな一旦。改めて。ちょっとこっち上から。いい気がする。あ、いいんじゃない？ちょっとアホ毛すごいけど、アホ毛治るか。こうしてこうちょっと上からマイメロちゃんが見えない。こうどうだろう。マイメロちゃんがちょっと見えないか。マイメロちゃんがもうちょっと上。うんうんうん。こうでこうどうだろう。前メロ帽子に隠れちゃってる。この子の帽子に実際はかぶってないんだけどね。もっと上からってことだね。こんぐらい。あ、いいんじゃない？全員集合してる。顔の角度キモいけど。どうですか？ストレートネック。しょうがないのかな。まあまあまあ、なんかどれかしらあることでしょう。いい感じ。めちゃめちゃいい感じです。グッドグッドです。ちょっと前髪できない。あとでやろう。雨だし早めに行って。どっかにあげます。これで電車を乗りたくないです。注目の的なので。最高です。良くないですか。X に、わかりました。 X に載せてみます。
すごいよね。でもスペイベサンリオだから最高ですよね。嬉しい、楽しみにしてます。楽しみ。完成いたしました。何を持ってこうかな今日。マスカラでいいか。グロッシー、グロッシーぐらいか。オッケー。あ、この子も。そうだ、衣装本のお渡し会が決定いたしました。イエーイ。すごいよね、衣装本のお渡し会。ぜひ皆さん、ずっと今なんかいつまでとかじゃなくてずっと受付してんのかな、あれは。ぜひ申し込んでいただけたら嬉しいです。します。27までの間ずっと多分受付してるので、ぜひ申し込んでもらえたら嬉しいです。お願いします。16お渡し会、17お話し会。確かに2日間会えるね。え、トーク、オンライントークショーっていうのはさ、どういうあれなんだろう。どっかでその日に19時からトークしてるのが携帯で見れるよって感じですか。なるほど。でもリアルタイムってことだよね。だからまあショールームみたいなもんだよね。今これ滝脇翔子のトークショーみたいなってことだよね。あ、アーカイブ残る。なるほどね。よし、楽しみにしております。ジュイヤさん、こんにちは。外れてもメンバー、ん？オンライントークショーはもう人数制限がされてるんですか？夏木さん、みんな初めまして、ありがとうございます。抽選なんですかね。オンラインだけど買えば見れるはず。なるほど。お渡し会に外れても サイン入りのやつが当たるかもよみたいな感じ。なるほど。
賞は全員見れて、応募したら全員見れて、お渡し会は応募して外れちゃっても、まあ、ダブルチャンスみたいな感じで、サイン入りが当たるかもみたいな感じですかね。なるほど、ありがとうございます。ぜひお渡し会お待ちしております。お渡ししちゃいます。髪の毛はこういう状況ですそうだね、購入しなきゃ当たんないですよ、宝くじと一緒。赤ちゃん音符さん、初見ありがとうございます。お渡し会の申し込み、クレカしか支払いできないんですか。クレカしかできないみたいです。学生さんでまだ持ってないよって方はマミーに頼んでくださいマミーかパピーに。現金で返すからクレカ貸して、魔法のカード使わせてよ。プリペイド的なのでもいけるんですか。全然そこら辺は詳しくなくて。マミーかパピーにクレカ借りたことある。あります。借りるっていうか、自分がまだ持ってなかった時、中二十歳になる前、あれ高校生から持てるんだっけ。いや、高校卒業、二十歳になったらモテるのか。あ、18からモテるのか。で、その16、17の時は、借りてました。で、現金で返すっていうのをやって。で、作れるようになって割とすぐ作りました。何時までやりますか。3時までやります。3、髪どうですかいいでしょ。上限枠アップアップですね。上限はちょっとなんかわかんない、いくらになってるのかすらわからないですね、上限は。だから恐る恐る使ってますっつって前なんかさ、なんか本当にあなたですかみたいな感じになって、スイがチャージできなくなった時があったから、願いながら。使いすぎると、そう、なんか一気にいろんな買い物したから、なんか本当にあなたですかってメールが来て、あ、すいません、
私ですってしました。スイカってクレカでもチャージできるの？はい、あの電子なんていうの、電子マネーなんていうんですか、携帯に入れてる。モバイルスイカ、モバイルスイカチャージできる。だから電車に乗りながらでもチャージできるからいいですよね。シアさん、いいな、ありがとうございます。便利ですね。よいしょ、やばい、55分になっちゃった。今日は寒い、どうしよう今日のお洋服、悩む。でも明日もあるもんね、悩む、どうしよう。あ、そうだ、新しいロゼミューズ買いました、イエイ。言ったっけ、なんかネットで見たらもうあと2点みたいな感じだったから、ポップアップに行って買おうと思ってたんだけど、ポップアップに行くまでに売り切れちゃうと思ってネットで買って、あと再販があったやつは、あの私が行くよりも前にノイジョイちゃんたちが行ってたらしくて、ポップアップに。そうだから、そこに行ってたスタッフさん、マネージャーさんにそう頼めるってなって、お願いしますって言って買ってきてもらいました。再販のやつはさ行かないと買えなかったから、でもさ自分が行く時までにさ残ってるか分かんないからさ、お願いしますって言って、買えちゃった。嬉しい、本当に本当に嬉しい。負けたから前回そうだから、ポップアップには行かなかったです。買ったから、ネットで、ネットとマネージャーさんに買ってきていただいて、メンバー特権、そうだよ、お仕事が入っててもマネージャーさん、なんかそう、あのイコラブの現場にいたマネージャーさんに、どうしましょうって言ったら、今行ってるスタッフさんいるから買ってきてもらおうって、ありがとうございますってなった。そう、戦いです、私とファンの皆さんの戦い。でも新作はネットの中であと残り2点って書いてあったから、あーもう無理だ、もう私がポップアップ行くまでには売り切れちゃうと思って、人気商品なんだと思ってネットで急いで買って、もう届いた。早いですよね、届くのロゼ、すごい、めちゃくちゃ。ノベルティはもらえてないです。可愛かった、でもノベルティ、マフラーとカチューシャと可愛い方です。そう、ファンの方強いからやっぱ慣れてるんですかね、どうしてですか。でも私は今回まあ新作出たけど、その一個前も戦いに勝ったんです。そう、戦いに勝ってもう注文して完了して戻ったら完売出てて、そう勝ったっていうか負けなかったって感じですね。だから対面できます、対面で着ようと思います。あら、59分、ありがとうございます。ランキング読みますね、またいっぱい着ますね。ロゼ
ということで終わりたいと思います。ランキングタイム。13位船右衛門さん、12位アリスちゃん、11位ヒッキーさん、10位ハラディさん、9位ヨシヨシさん、8位ウルトラさん、7位ライムさん、6位カイトさん、5位ルルルタンナさん、4位ヘイブンさん、3位ユズキヌさん、2位クロノさん、1位アキララさんです。ありがとうございます。2列目、アンドロメダユキさん、メリダさん、デルファイさん、サンピンさん、アンズさん、オムちゃん、ユキナさん、ハンバグさん、ハヤオさん、一つ年下ミュウさん、チビタンクさん、ロガロさん、シーヤさん、オーカさん、ヤマニャンさん、ヒロさん、ユナッチさん、マチオカさん、トッシンさん、激ひまくん、福来さん、ラピオさんです。ありがとうございます。たくさんの星なぎギフトコメントありがとうございます。この後17時30分からも配信あるので、サイン会があるので、よかったら見に来てください。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。また割とすぐ後でお会いしましょう。感謝、バイバーイ、ありがとうございました。